はい、皆さんこんばんは。それでは本日もですね、ハッチやっていきましょう。ハッチポッチステーション。他の部屋も探してみよう。あとはお腹すいたということでございまして、とりあえずハッチの謎は何も分かっていないと。手がかりを探す。大雑把だな。腹ごしらえをする。まあなんか食い物が台所で やりゃいいでしょう。つか基本目標は、基本目標って光ったりするので。来てる。もうリンク消そうか。目標って光ったりするから多分音でわかるはず。でんでてんででん。この後がわかんねえんだよな。あっちか。なんなのあいつ。食い物とかねえかな。もう来たか。食い物食い物食い物。てん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 。入るとこ見られるとバレんのかな。食い物を探す。足音でもバレるんだよな。近くにいるか。まだいるな。キッチンの近くにいるね多分。え、来てる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 。一階は探索しづらいな。兄貴の部屋は入れない。これこれ袋小路で入ったら死ぬな。まあ多分1階の何か探すんだろうけど、他の部屋を探すのやってみるか。なんか光ってんな。作業する。書斎の鍵を手に入れた。よし、書斎の鍵か。隣か。ちょっと早っ、閉めた方がいいよね。オッケー。隠れるとこあんのやだな。なんか隠れるとこあるってことはここに入ってくるってことだよな。なぜ何度も開け閉めすんの。テレフォンカード。テレフォンカード。今時テレフォンカード。待って、来てるこれ。テレフォンカード、今時何だってんだよ。今の子知らないんじゃないか、テレフォンカードなんて。テレカですね。まだ使える。公衆電話で使うものです。テレカを何に使う。やべ、そこ入ってった。今入ってったか。今なんかもう全てが怪しく見えるな。食い物ないか。食い物食い物。光ってる音もしないから何もないか。テレカ、テレカをどこで使う。まずあんまりゆっくりするとまずそうだな。一回で何か落ちた音が。テレカテレカテレカ。家の中に公衆電話が。後ろ今喋ってた。今気味悪いな。声が聞こえたんだけど今。やめてほしいなり。逆にあいつが見えねえと怖えな。後ろって言ってるよね。
開いてる玄関が。なんか声聞こえるよね。女の子。なに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 、え、なになに、どういうこと。あそこの、お腹空いてんのになぜ。はいはい、スコップを、スコップ、人参を掘り起こす。人参があんの。反対側、反対側。うわぁ、こっち側から行けないのか。待ってね、ここで襲えたらどうなんだ。こっちから来るよね、多分ね。ロッカーがいくつかあったけど、これプールか。いいうち住んでるね。え、なにこれ、なんか飛び出してきそうな感じのね、飛び出してきそうな感じの積み方してるじゃん。あ、これ登れないのか。あ、これ降りたら登れないらしい。結構積むなこれ。またドカンってくるかな。反対側、めちゃくちゃ広いんだな。あの女はどこ。え、何これ迷宮。あったあったあった、よし、アウル使う、これで使う。ちょっと待って待って待って、一応来た時に接近が分かるようにしとこう。ネス、ケツを向けとくのよくない。来てるわ。これダメかこれ。どっから見られた、見られてるかこれ。大丈夫なんだ、ダメなんだ。大丈夫なんだ、ダメだ。どっちやねん。背面作業、一回ケツがうんぬんじゃなくてもさっさと作業しちゃうべきだったね。でも必ず来るのか。いや必ず来るんだな、作業中に必ず来るんだ。間に合わねえか、もう一周してもよかったか。もう一周してもいいな。いや近くにいるのか。いるね、いるね、いるね、いるね。あんまり作業の時間空けちゃうと途中からだよね。よし、ジューサーにかける。かじれ、もうそんなかじれ。ライトは関係ねえかもしんないな。さあ、鉢合わせないように。あいつが庭にいてくれたらよかったんだけどな。庭にいてくれればよかったんだけど、基本やっぱ室内にいるか。キラキラ音がする、近くに多分ジューサーあるね、あるね。来た、ちょっと待って、あの女、な、あの女何なの、何よこの女、どこの女よ。音すごい、音すごい、どこの女よ。ちょっと待ってな、近くにいるな、今通ってるから。ちょっと待って待って待って、多分通ってるかもしれない。だいぶこの辺を警戒してる気がする。やっぱりか、俺の勘は正しかった。だいぶい、だい、あ、違う、だいぶいってるな。一旦戻ります。
けたか？ビビりすぎか？吐息が聞こえてきてんだよね。ね、吐息が聞こえてきてんだよな。いや、来てる。やっぱり来てる。ちょっとビビりすぎだな。一周ぐらい待った方がいいな。一瞬ぐらい待った方がいいや。行ったな。よし。ん？あ、やばい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 。バレた。まずい。ロッカーでいいか。ロッカーがいいか。いや、ロッカーじゃダメか。いや、もうマウスをつけられてるからダメだ。ロッカーじゃ。ロッカーじゃないと間に合わない。あー無理か。近すぎたか。わかんねえな。一回行ってからバーン出てくるんだよね。どっち行った？どっち行った？奥行ったな。奥か。あれ戻ってくるかな。やっぱ戻してる。あ、やべ、引っかかっちゃった。バケツに入りたい、バケツに入りたい。よし。作業をするのも一苦労だ。めっちゃ時間かかるな。一つの作業をするにもめっちゃ時間かかる。とりあえずやるだけやっちゃおう。いけないかー、それ。近道を通る。あと少しなんだけどな。すごい手間のかかる。とにかく勘が鋭いというか。ミキサーつけて人参直接飲めよ。直接人参をかじれ。かじれば大丈夫だったよ。下の階、基本下の階にいると見ていいんだろうかな。上にいたわ。ごめん、嘘。普通に上にいた。やばい、これ逃げきれねえな。これはどうしようかな。ロッカー行こう。ロッカー行けっか。いけるか。近くであったと思う、と思いたい。自分の部屋の方行ったな。下に行ってほしかったな。下に行ってほしかったな。自分隠れるとするならば、もう自分の部屋まで行っちゃってダメ。自分のいなくなったかどうか確認したいんだよね。ここいいでしょ。ここ最適。やられなければね。怖い怖い怖い。なんとか部屋に入りたいな。あー、くそ。くそ。もっと早ければいけるな。もっと早ければいける。もっと早ければ。物音を立てるっていう技はないのか？大体そこにいるんだよな。あ、いけたわ。何だったんだろう。
電気はつかないっす。家の中変じゃないって。いや変だろ普通に。ちょっと臭いかも。そうっすか。何この兄弟。洗濯物を探す。特に手がかりは見つからなかった。気分転換に家を緊急事態だよ。緊急事態だって。普通に。ん？鍵がありません。ちょっとなんおかしいと思わんの？ん？鍵を選択。鍵を選択？洗濯物を探す。ああ、その中に何かアイテムがあるってこと？はい。洗濯物を回すんだね。これを持って洗濯すればいいってことね。この状態で日常を送んな。どこだっけ？洗濯機って下にあったっけ？この部屋開かないね。洗濯物を回す。あの女がいる状態でよう生活するな。普通にお母さんなんじゃないかあれ。どこだっけ洗濯物。まあキッチンの方か。キッチンじゃねえや、これか。アイテムを使う。家を掃除する。え、これ来たらアウトじゃない？来たらアウトじゃない？逃げる場所ないよ。お風呂汚かったもんね。次は、え、これ日常ゲーム？次はなんか完了したくせに6分のって何これ。1にならないのはなんで？あれ、あの女いない？外にいるのかな、それとも。あと何すればいいんだろう。まあ、つうか、ちょっと警戒を怠りたくないので。洗濯物終わった。待ってね、ちょっと一旦ちょっと目標確認していい？よいしょ。ん？お風呂を掃除した。自分の席これ。まあじゃあ洗濯ゴミか。は？え、なに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 、貞子？なんだと思う？泣いてる？もし新しい敵？え？敵増えんの？どうしよう。後ろ向いたら迫ってくる系の敵だったら。お前も少しは動じろよな。すいませんでしたとか言ってないで。ゴミゴミ。詳細の鍵はもうなくなった。分かった。はい。誰か走ってる音すんな。なんか走ってるよね。誰かが外を走っている。これ庭出たくないな。兄貴の部屋は入れない。下も降りたくねえな。これゴミに入れるわけじゃなくて、自分がゴミ、俺がゴミだったわ。ゴミは俺でした。あの女はいないみたいだね。
まあ庭には出たくないけどね。とりあえずゴミ拾いをすればいいのか。庭出たくねー。うん、とりあえずゴミ袋があと3個あんのかな。ここ走ってる音すんね。めっちゃ走ってる音すんね。あと2個、あと1個か。あ、これクッションか。これあったあったあった。あ、砂嵐なんか映るか。何も映らんのかい。あと1個。あそこにね、監視カメラ的な要素があれば。あと1個、あと1個。嫌な音するね。やだなぁ。え？あ、かわいい声だったな。何笑っとんねん。何笑う。で、うわぁ、裏庭まで行くんだって。外出ろだって。 いるし、もうあっち行けと。あー、うん、どっち、あっち、あっち、あっち。髪の長すぎるよ、ほんと。あっち行けと。裏庭、いや、なんか音するな。いい顔してんの。変態、変態、変態。鳴き声もするけど、すごいでかっ。進撃の巨人みたい。2メートル級。2メートル級って普通の人じゃん。ちょっと大きい人じゃん。3メートル級か。2メートル級ちょっと大きい人。巨人とは言わないんだね。あ、消えた。なんかこのゲームマジ気味が悪い。笑っちゃうんだ、気味悪い。あのゴーホームとかと同じタイプだね。あー、うわ、遅かった。判断が遅かったか。意外と早めに動いたと思ったんだけどな。やはり襲ってくるのか、2メートル級の巨人が。ティーラリーラーって音がしたら、あー、走って逃げたんだ、よかったのか。どこから逃げたらいいだろうか。どっから来てた？それだよね。上は無理か。ぐるっと回れそうもないかな。どっから来てる？あれか。いやー、2メートル級早い。2メートル級が早い。先に動かないとダメだな。でもあれをかわす方法はここで回るしかないか。2メートル級早いな。ここでかわすしかないか。こうかわすしかないね。一応ダッシュはできるから隠れるよりも、もうダッシュして、ダッシュして、よしよしよし、戻ってる戻ってる。あそこはあいつ通れないんだな。で、部屋まで行っちゃおう。隠れるのは向こうみたいだからね。よし、おい。
オッケー。サービスシーン、サービスシャワーシーン、やめなさい。兄貴、シャンプー取って使われる使われる。ふう、さっぱり。ん？兄貴？兄貴はハンマーみたいな頭してるけど、どうした兄貴？兄ちゃん？え、あ、に、あ、え？兄ちゃん？兄貴？あれは？あれは、負の俺だよ。負の？ちょっと殺してくるわ。あ、うん、うん。え？やられてんじゃねえか、兄ちゃん！兄ちゃん！やばい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 。やばいやばいやばい、ちょっと待って。窓から部屋に入る。窓からってどういうことどういうこと。あーやられた。なんだこれ。兄ちゃんやられんだよ。はい、じゃあ続きは次回にしたいと思います。お疲れ様でした。